真とかしてちょっと皆さんにお見せしたいなとか思って。どうですか？こんな感じです。かわいい。ピンク色のメイド服を買ったのは初めてなんですけど、かわいい。はい、かわいいです。はい、ちょっと今日はちょっとね、いつもと違うメイドさんなので、なんて言うんですか？画角を、ちょっとね、こう、広く見えるようにしております。いかがでしょうか？めっちゃ可愛いんですか？可愛いですか？やった！ありがとうございます。嬉しい。なんかとりあえずハートをしてみる。ハッピーハロウィンですね。はい。皆さん、ハッピーハロウィン！いたずらはしないのでお菓子をください。はい、ミヤビームはね、お菓子をお菓子が欲しいの。お菓子が。はい。まあ、でもね、もらえはしないんですけど、でも代わりにミヤビーマーですね、持ってきましたよ。ちょっと家にあるもので用意したんですけど、じゃーん！こちら、皆さんに、あげちゃいましょう。はい。家にあった飴。家にあった飴です。はい。ちょっと準備はしてなかったんですけど、お菓子とかっていう。でも、飴がいっぱいありました。これは、ぶどうミルク飴。で、ぶどうのいい匂いがする。で、これが、大好きなパイン飴。これはおばあちゃんにもらいました。パイン飴。はい。じゃあ、あげます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、はい、ありがとう。はーい。はい。おいしいですか？おいしいですね。きっとおいしいと思います。はい。あめちゃん。こっちの、ぶどう飴はぶどうミルク飴って言うんですけど、外はキャンディーなんですけど、中がサクサクのミルフィーユ、ミルク味のミルフィーユの層になってて、すごい美味しい。爽やかなぶどうの甘さとミルクの何て言うんですか、優しい甘さがすごい合います。でもう一個は大好きパイン飴。はい、こんな感じで私のお気に入りのアメちゃんでした。はい。ということで、どうしようかな。あ、そういえば、全然ハロウィンには関係ないんですけど、昨日の配信で、鏡をデコデコしましたよ、みたいなのを言ったと思うんですけど、持ってきましたと、ね。学校に持ってってるやつなんですけど、メールで見た方はもしかしたらいるかもしれない。じゃーん。すごいキラキラ。キラキラー。こんな感じでね、裏もキラキラしております。ほら。キラキラ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 。なんか、なんでデコりたくなったかっていうと、なんか、キミヤルパラダイスみたいな感じ、ギャルみたいな、そのなんて言うんですか、ギャルに憧れたわけではないんですけど、なんかキラキラしたものが欲しいなって思って、でなんか鏡をなんかなんて言うんですか、キラキラでずっとデコってみたかったんですよ。でそれで、あ、そうだ、じゃあ家にある鏡を使って、この100均とかでストーンとかいっぱい買ってきてデコっちゃおうということで、美容系 YouTuber さんみたいな感じです。見せ方が、はい、こんな感じのやつになっております。見える？で、はい、もう中身はヘンテッ
何の変哲もねないですよ。でも鏡はあのただただ鏡、ほらただ鏡なのでただ鏡なので、まあ表だけなんですけど、そうでもね裏も頑張ったんですよ。最後になったらなんかストーンが足りなくなって、なんか一列になってるんですけど、こうなんか打ってあるストーンって、それを一列ずつ剥がしてピタピタピタって貼ってくって感じでやったんですけど、私はでもこの最後一番下のこの部分はなんかもう横一列のやつが足りなくなっちゃったので、なんか余ったこの鏡の大きさに沿って切ったので、ラインストーンの余った分を、でその余った分をここに持ってきました。一個ずつ貼り付けた。それがね地味にね大変でした。でもすごく可愛くできた、満足。はい、今度は違うものもデコりたいなと思います。なんか櫛とかで凝ってみたい。家にねちょうど櫛があるんですよ、ちょうどいいなんかシンプルな白色の、今度は水色とかにしてみようかな、可愛い。はい、実際に学校で使っております。はい、クラスのお友達とかに見せたんですけど、そしたら先生もね見てて、なんか先生なんか昔なんか先生 DS になんかキラキラ貼ってたなって言ってました。そう、先生もキラキラが好きだったようです。可愛いって言ってもらいました。細かい作業だね。何時間かかったの？でもなんか本当にペッペッペッって貼るだけだったので、どんぐらいで終わったんだろう、1時間使ったんかな、わかんない、30分以上は絶対かかったと思うけど、でもねそんなにねかかってないです、意外と簡単。そのちっちゃめだしね、鏡ももっと大きかったら、あとなんていうの、丸っこい感じだったらもっと大変だろうけど、一個ずつ貼ったりとかしなきゃいけないから意外と時間はかかんなかった。いつも仕事中でジェスチャーお願いしてるけど、今日はバッチリ見てるので可愛い一言お願いします。はい、じゃあまあちょうどねメイドの服を着てますからね、あれをやってみましょう、お決まりのあれを。いきますよちょっと待って、緊張する萌え萌えキュンちょっとねどうしよう、あんまりこういうこと言わないからね、ちょっとね本当にもうごめんなさい。今のはなかったことにしておきましょうちょっとありがとうございましたまだ配信はねまだちょっとやるけどね。そうだってメイドさんだからさ、萌え萌えキュン以外なんかある？オムライスに落書きしますねみたいな、オムライスに落書きしますね、チェキ取りますね、面白いね。でも可愛いメイドさんが言ったらってなりますよね、絶対絶対なりますよね。そう、私もそんなね言われたかってなる。そう、チェキ何枚も買いたくなっちゃうかもしれない。13歳がそんなこと言うな、いやいやまあでもまあしょうがない、メイドさんだからね、メイドさんだからね、メイドさんだから今日は。でももうそれ以外はもうちょっと言いません。でも可愛い一言ってなんだろう、キュンもうわかんないです、可愛い一言が。お帰りなさいませ、ください、もっと丁寧になってるもっと丁寧、逆にチェキ買わせる側では、そうかも、皆さんに買ってもらってる側かもしれない。いつもありがとうございますね、たくさん買ってくださる方もいらっしゃいますし、どれだけ買ってくださっても私は嬉しいです。その買った分以上の愛をいただいております、ありがとうございます。
なんて関係ないです。はい。もうまあまあまあ関係はあるかもしれないよ。あると思うけど、でもなんていうの？そういうのなんだ関係なくみんな好きだよってことです。はい。ちょっとうまく伝わらなかったかもしれない。でもメイドさんだからね。ちょっと今日の言い訳はメイドさんだからね。そう、絶対そんなことないよね。そう、ミヤビームメイドさんだからちょっとこういう感じなの。はいはい、中学生の主張だね。そう、まだ中学2年生だからね。最近は漢文やったからさ、ちょっとあれなんですよ、漢文をやったので漢文意識0点とか1、2点とか、そう、あれありました。暗証テストみたいな、詩曰くみたいなやつありましたね。孔子さんの名言みたいなやつをやりました。ちゃんとしっかり言えました。グッドグッドグッド。今日は人体練習したとか。してないしてない。今日はですね、最近は人体の勉強をしてるんですけど、なんかその動脈血みたいなやつとか肺とかそういうのをやってるんですけど、今日はなんかまとめプリントみたいなのを穴埋めしたんですけど、まああのまあちょっと頑張った。頑張りました。なんか来週あれなんですって、テストがあるって言ってたんですよ。単語のその人体系の単語のテストだからと暗記を頑張らなきゃいけない。なんか言葉はわかるんだけど、その何々が何々で何々みたいな説明とかがまだ分かってないから、ちゃんと単語を覚えようと思います。はい。次はなんか回路って言ってました。電気の回路。私はちょっと回路系はねあまり得意ではないんですけど、でも今回の勉強で得意になれるといいなとは思ってるんですけど、まあ、技術の回路とかもよく分かんなかった。そう、ちょっと機械が苦手なのかもしれない。うん。はい。なので頑張って勉強します。感電しないでね。大丈夫。きっと感電しないはず。きっと感電をしないように安全に、安全第一だから。安全第一で行こうと思います。漫画読んでること、ゆうかさんのお姉ちゃん喜んでたみたいだよ。もうなんか伝わたんですか。すごいすごい喜んで、いやちょっとチャオ顔買いますね。チャオ顔今度、次は12月号かな。ちょうどクリスマスの付録がついてる。やっぱチャオ買います。ちょっと一回チャオを再びね買ってみようと思う。なんで読まなくなったかというと、ニコラっていう雑誌があるんですけど、ニコラとチャオを両方読んでたんですよ、しばらくは。でもちょっとなんていうの、お小遣いとかそういうの的にちょっと厳しくなっちゃって、そうで一旦ニコラを読んだんですけど、でもやっぱりどっちもいいね。はい。なので今度チャオを久しぶりに買ってみようと思います。なんかチャオのなんかプレゼントみたいなあるんですよ。なんか100名プレゼントみたいなソファーとかだったりとか、何回か応募したことあるんですけど、なかなかね当たらないんですよ。そう、もうたくさんの読者さんがいらっしゃいますので、な
かなかね、でも当たる時があったらいいなと思うので、やっぱりそういうのも、ね、積極的に毎月毎月書こうと思う毎月ね、そういうのは多分あの日々の積み重ねが大事ですからね、きっと、きっとね、きっとです。ミヤビームって書いたら当たるんじゃ、当たらないですよ。ミヤビーム、ミヤビームだからって当たることはないです、きっと。ミヤビームみたいな感じになると思います。ミヤビーム、ミヤビーム、ビームみたいな、ちょっとそんな感じで、あの混乱させてしまうかも、えみたいな。なのでちょっと長谷川みやびってちゃんと書く、書こうと思います。はがきにミヤビームしたら当たるかも。ミヤビームって、じゃあちょっとやってみますね、もし書く機会があれば。ギフトたくさんありがとうございます。はい面白い配給のゴミ捨て場の決戦の DVD は買ったん？そうですね、買ってないんですけど欲しいんだけどね、もうなんかどうしよう。なんかあの一回見て終わるんですよ、そのな時間がないちょっとね言い訳かもしれないんですけど、いやでもある、あー、うん、ちょっとペチペチしてちょっとごまかしてみること。時間はある時とない時の差が激しいかも、わかんない、ある時もない時もあるし、そうですね、ピチ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 って感じですピチピチピチって感じです。メンバーさんからミヤビームと言われてるね。そうなんですよ、もうミヤビーム、ミヤビーム、うーちゃん、ミヤビームみたいな感じで言ってくださるので、皆さんそう、なんか浸透してるのが、馴染んでるのが嬉しいです。皆さんミヤビームって呼んでくださります。今日何してたの、今日何してたの。学校行ってて、でその後学校から帰ってきて自主練に行って、で帰ってきて配信って感じです。はい、自主練は2日後に制服の目公演があるので、その練習をしてました。明日もね行こうかなみたいな感じです。はい、やっぱりちゃんと練習しなきゃなって感じなのでね、はい、毎回いい公演になるように頑張りたいなと思います。はい、ちなみにレッスン場にはココハとココミンがいました。あ、みえちゃんもいた。みえちゃんはね途中でバイバイしたけど、頑張ります。あは、こっちゃんの生誕祭ですね、どすこいどすこいどすこいの生誕祭なので、どすこいミヤビームパワーで頑張りたいなと思います。シュッ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 ドスコイドスコイ。はい、ちょうど今日はピンク白みたいな感じで、ドスコイちゃんカラー、こっちゃんカラーなのでかわいいですね、ピンク。ドスコイミヤビームください何だろう、ちょっとこっちゃんからまだ許可はもらってないんですけど、まあちょっとあの非公式で非公式でしますね。ドスコイミヤビーム、うわはい、あのドスコイドスコイって感じで頑張りたいと思います。はい、あのちゃんとねまだもらってないから、許可を得て正式にドスコイミヤビームが認定されますはい、まあ威力がね
すごい大きかった今すごい。まあいいか、あの威力が2倍になるので、まあ、2人の誕生日を足したら分かんないけど、とりあえずすごく効果がもう2倍以上に高まるかもしれないので、はい、ぜひドスコイミヤビーも受けてみてください。元気 100% です、きっと。はい、ドスコイドスコイ。はい、じゃあ今日はじゃあメイドさんなので、せっかくなのでスクショタイムをしたいなと思います。じゃあなんかピースしたからピースで。ハート、どうしようどうしようかな。ミヤビーン、ミヤビーン、どすこい。どうしようかな、髪の毛を触ってみよう。どうしようかな。ちょっとこれを持ってみよう。じゃあ、アメちゃん持ってみようかな。さっき皆さんに渡したアメさんを持ってみよう。じゃん。パンやね、はい、スクショタイム終了。はい、おしまいです。スクショタイムありがとうございました。はい、ということでそろそろ配信を終わりたいと思います。皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。最後にランキング読みをして終わりたいと思います。13位、13位、ハンバーガー
ハンバーガー犬さん、ありがとうございます。12、タレ耳猫さん、ありがとうございます。11、猫ちびまる子さん、ありがとうございます。ちびまる子さん、ありがとうございます。10位、白い猫耳さん、ありがとうございます。9位、おめめキュルキュルさん、ありがとうございます。6位、緑のトップスさん、ありがとうございます。5位、ドヤ顔猫さん、ありがとうございます。4位、ギャル猫さん、ありがとうございます。3位、長谷川のあちゃんの旗持ってるさん、ありがとうございます。2位、黒ジャケットさん、ありがとうございます。そして1位は、白猫パーカーさん、ありがとうございます。なんか私読んでない人いる？いますね。8位と7位の方ですね。ごめんなさい。8位が、赤ドラゴンさん、ありがとうございます。そして7位が赤鬼さん、ありがとうございます。ごめんなさい。はい、これで全員読み終わったかな。はい、 OK です。はい、ということで皆さん、今日は配信を見に行ってくださりありがとうございました。あれ、おつにじお安いあれ、もしかしてココミ？はい、ココミはいはいということで、今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。また配信するので、その時はぜひ見に来てください。メイドさんはまた握手会とかでも、トーク会とか、スクショ、ツーショット会とか、まだわからないけど来ようかなと思っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。まだ決まってないけど。はい、それでは皆さん、ハッピーハロウィーンハッピーハロウィーン、おやすみなさい。はい、いい夢見てね。ハッピーハロウィーン。